7億5000万年前のロディニア大陸。作山りが緑色の帯で示されている。石点は13から15億年前の A タイプ化抗岩が見つかる場所を示している。ロディニア大陸とは、プレートテクトニクス理論において、約11億年前から7億5000万年前にかけて存在したと考えられている、世界のほぼ全ての陸海が集まってできた超大陸である。 ロディニアという名前は、マーク・マクメナミンが1990年に命名。これはロシア語で、故郷を意味する単語のロージナに由来する。20世紀後半の研究の進歩により、過去の大陸移動の様子が詳しくわかってくると、パンゲア大陸以前にも、超大陸が存在したことがわかってきた。古地時期を使った研究により、過去の大陸移動は、 約6億年前まで詳細に遡ることが可能で、さらなる過去について、各大陸の移動ルートを逆算推測し、各地の地層データも踏まえて導き出された、超大陸がロディニアである。1991年、ポール・ホフマンが、アメリカの科学雑誌、サイエンスに、ロディニア大陸の主要配置について発表した。ロディニアは、後の超大陸バンゲアが形成された地域から、 ほぼ正反対の現在の太平洋地域にやや南半球寄りに形成されたと考えられている。ロディニアの大陸配置が地球の全球凍結を引き起こしたという説もあるが、いわゆるスノーボールアース現象は約7億年前の出来事とされ、ロディニアの大陸分裂が起こってから約5000万年後というのが現在の通説である。約7.5億年前に、 ロディニア大陸が分裂を始め、その後に関しては、ゴンドワナ大陸と呼ばれるかなり大きな大陸と、シベリア大陸、ローレンシア大陸、バルティカ大陸と呼ばれる、小さな大陸へと分裂したと考えられている。ロディニア分裂後に関しては、各々の,の,の大陸が1億年ほどかけて異なる配置に集結し、新たな超大陸パノティアが、 約6.5億年前にできたとする遺説もある。ロギニアよりも前の時代に関しては、昨今の地質学や古知識学データから、約20億年前から18億年前の間に、あった、コロンビア超大陸の存在が支持されており、大陸移動説に基づいた、学術研究が行われている。3億年前の超大陸パンゲアには多彩な生物が、いたが、 ロディニア大陸は地上に生命体と呼べるものがいない岩石だけの大地である。ロディニアが形成された約10億年前は海の中でようやく小さな多細胞生物が出現するようになった時期であり、陸生生物は当然いなかったと考えられている。また、これまで発見されている最古の陸上植物も約4億7千万年前の影方子であるため、超大陸ロディニアには 原始の植物すら生えておらず、ただ岩石だけの陸海だったと考えるのが妥当である。リサーチペーパーサジェスツイーストアンタルクティカノース、アメリカワンスリンクト。 サンタクティックさん、http コロンスラッシュスラッシュ an-tar-ct-i-c-s-u-n.us-a-p.gov スラッシュサイエンススラッシュ con-t-e-n-t-h-a-n-d-l-e-r.cfm?id=24972012 年11月15日、閲覧。リコンストラクションオリジナリーパブリッシュドイン・グージュ・エ・トール、2008、フィグサンエー。 p238 リサーチペーパーメンシェンドイズローウィエトール2011テキサス州と南極大陸は地続きだったナショナルジオグラフィック2011年8月17日2018年8月4日閲覧妻ダイアナと共著動物の出現カンブリア期の大躍進マイナスという本で発表 ロシア語で、ロディニア一族、親戚を意味する名詞であり、オムという意味の動詞、ロディツに由来し、ロディツが元になって、ロディナができた。テッド・ニールド2008年231ページ、ピーター・オード、ジョゼフ・カーシュビンク、梶山歩マ・生物はなぜ誕生したのか生命の起源と進化の、最新科学、川で書房新社2016年1月14日、 107から111ページ。ピエトロ・ガイエット、ファイラジェンシーシス・オブ・ビューティールルド・ット・コム。P-19.2018 年8月4日、閲覧。この資料内では、名称がパノティアではなく、パノニアと表記されている。チャオ、G3、M ワイルド、SALI、SA パレオ、メソプロテロゾイック・スーパーコンティネント、アセンブリー、グロンスブレイクアップ。 アースサイエンス、2018年8月4日閲覧。新柳人志、高校とっても優しい生物ブ文者。2018年3月26日、210から212ページ。西田春文、化石の植物学塾を旅する、自然史東京大学出版会。2017年6月22日。ありがとうございます。